やつが復活する。オパシンが復活すればこの国は終わる。闇の魔術を使うしかない。今からここに神を召喚します。アブラカダブラー、キャー。え、何やってるの。もう家から出てって。ということで、今回は僕の住んでる魔法図書館を紹介していきたいと思います。まずこの世界観について。次元宇宙のすべての情報をアーカイブしている超次元機関バベル図書館が謎の爆発を起こし、バベル図書館によりあらゆる次元に散らばった魔導書が怪異を起こす世界でございます。次はカードの父メディチュー。まずこのクフーリちゃん、めっちゃ可愛いっしょ。まあロリっちゃロリなんだけど、クククチクチ。あとね、僕がですね一番好きなカード紹介していいですか。これです、ブギーマン。見てください、これ。この少年はこのですね女の子のねでっかい父をですね掴んでおります。許せない。このカードになりたい。うわ、ジャンヌじゃん。おい、ジャンヌはやっぱ。あとはですね、カードを強化することもできまっちゅー。この子がね、かぶってる、ダブってるんで、ここに魔導書を選択して、ピッピッピーってやればね、もうピピピピピピピー結束する、んー、ピピ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 ピー。素晴らしい。次に戦っていきたいと思いましゅー。さあ、これね、自分でね、これ探索をしてね、どんどん進んでいきます、前に。で、これ自動進行もできる。お、金賞発見。これ敵ですね。あー、ガブガブちゃん来た。ガブ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 。でね、この基本の戦いは、あ、カードが強すぎてですね、一発で死んじゃいまちで、これ。お、発見しました。スキル使います。どんどんスキル使って、殺していきます。はい、終わりました。それではガチャを引いていきたいと思います。SR 以上がね、絶対1枚確定なんで。私が狙うのは星6。頼みますよ。ブギーマンでもいい。おぉ、チュパチュパチュパ。おぉ、星6出た。いきなり出た。おぉ、スーパーレアブラス。でも男やないかい。どこかや。でも星6出た、やった。いきなり出たんだけど。え、待って。あ、クーリー、やばい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 、マジやばいぞこれ。え、あ、また出た。やばいやばいやばい、え、え、え、やばくない今回。え、やばい、1、2、3、4、4枚星6出た。やば、え、噛み返すぎ。え、やば。じゃあ最後に金書紹介について紹介していきたいと思います。この見てください、このやらしい子。何これ、もう誘ってんじゃないのかね。金書召喚っていうのはですね、誰かとリアルタイムでね戦うことができます。で、この金書召喚にはね召喚石っていうのが必要なんで、それはね普通のダンジョンに手に入れるんで、ぜひね、いや皆さんもやってみてください。ということでね、今ねハロウィンイベントがね25日からやってるみたいなんで、みんなぜひやってみてください。それで、皆さん説明欄からダウンロードして遊んでみてください。それで、せーらきさみ、よし。